はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、青鬼3をですね、またやっていきたいなと思います。前回ヒカキンさん編をやってね、全然合ってないんじゃないか説が出てきたけど、今回は頑張ってやっていきたいなと思いますね。はい、普通のお話ね。はい、じゃあニューゲームでね、ヒロシ編だね。始める。まあ今更なんだけどね、名前は英氏にしますか。はい、昔炭鉱として栄えた島が突然閉山し立ち入り禁止になった。地図から向けへ、今では島の存在すら知られていない。閉鎖された理由は隠され続けたが、ある施設ではこう言われていた。読めなかった。おっしゃったの。いや、おっしゃった。はい、また船なんだね。そうだね。はい、ああ、もう帰り道の船、旅行もついに割り勘。これさっきこの前と同じパターンだ。にしてもほのぼの離島ツアー呼んだんで、普通学生の修学旅行にはもっと遊園地とか他にあるだろう。タクロ、楽しそうにしてたじゃないですか。まあ悪くはなかったけど。タケシ、大丈夫か。タケシ、ずいぶん顔色が悪いよ。平気さ、ちょっとして船上で中に入っておくよ。ここは一緒だね。一緒だね。相当酔ってるの心配ですね。もう飛ばさないで結構揺れてるしね。うん、仕方ないな。僕らもそこに来てやるか。待って、タクロ。じゃあ僕も行ってあげますか。あ、やばい、これ操作がままならないのはまずいですよ、シンク。お、なんかガヤガヤしてるよ。あと人には話せないの。修学旅行ってあっという間なんだな。もう卒業まで行事もね、ちょっと寂しい。なるほど。お、結構人がいるよ。ほんとだ。じゃあこの階段の上に行ってみよう。はい、あ、いたいた。いたね。気持ち悪い。たけし、水飲む？たけし、横になってた方がいいんじゃないのか？あ、これだけ。これだけだ。これ誰？先生。この上の看板、すごい気持ちよかったわよ。お。あれ？ないよ。あ、怖い。あらあら。女の子が泣いてるようですね。話を聞いてみましょう。聞いてみよう。私のハンカチ、どこに行ったの？ハンカチ。船内にあるかもしれない。なるほど。探しに行けと。うん。いや、大丈夫かな。怖いんだけど、今の女の子がすでに。うん、あれ光ってる。 あったあった。これかな、ぽいね。おお、誰かのハンカチ。よかったね。なんか探していたものですねって言ってたね。じゃ行ってください。はい。よかった。見つかった。とりあえず。早くも見つかったね。まあ、これはチュートリアル的なものだろうな、多分。そうっぽいね。うん。練習だね。そうそう、操作を覚えさせて、うん、っていう感じだね。はい。え？あ、私のハンカチだ。よかった。あ、ごめん。よかったわね。さあ、お兄さんにお礼は？お兄ちゃん、ありがとう。おままごとでね、ハンカチに絨毯に、ハンカチは絨毯になるから探してたの。なるほど。え？どういうこと？私のお家にお兄さんもおいでよ。おままごとしよう。本当に見つけてくださり、ありがとうございます。あ、これで終わり。え、な、さっきのなんかヒントじゃないの？違うのかな？あ、いなくなっちゃったよ。あ、いないね。本当だ。じゃ、下がってみよう。下がる？あ、いた。あ、いたね。じゃ、操作がやばいですよ。操作がやばい、エイシンくん。あ、エイシン、どこ行ってたの？だって。たけしさんもね、まだ治らないみたい。まだ治らないんだ。俺はだいぶ回復してきたぜ。無理するんじゃねえぞ。お、なんかの音。なんでか揺れがひどくなってきたわね。確かに。やばい。あ、やばいやばい。なんでこれ、どうしたどうした。なんだ船内の皆さん、船内の皆さん、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや椅子などに捕まっていてください。気持ち悪い。
ね、怖いよ、タケル。大丈夫かな？くれくれ、すぐやみさ。やばい。船内の海、宝火だ。わあ、誰これ？誰が？え、ないないない。あー、やばいんじゃないこれ。え？うわあ！ないないない。現れた嵐の中の船は転覆しました。あ、気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めたそこはどこどこ。え、ここどこ。洞窟じゃない。本当だ、うん、立った。ここは一体洞窟。運よく漂着したようですね。皆さんは？あ、もう動ける、うん、けどこの辺は石があって動けないね、うん、押せたりしないでしょ。押せたりはできないね。あ、できないね、うん、じゃあとりあえず行ってみよう。怖いね。お、おや、これは人工的に作られた道のようだ。無人島ではなさそうですね。近くに誰かいればいいのですが。あ、井戸、井戸があるね。井戸開けられんの？あ、開けた。あ、入れる。あ、これがボックスね。隠れるところね。じゃあここのドアまず行ってみよう。え、奥が、ここ鍵かかってんじゃないの？あ、鍵かかってんのか、うん、じゃあ奥へ、はい、おいおい。え、何かいたでしょ、明らかに。言っちゃっていいんじゃないの？いけない。いけないね。その辺とか調べらんないの？うん。あ、そうだ、こっちにある。これは調べれるかな。引き出しは固く開かないようだ。ネジで固定されているようだ。なるほど。ドライバーかなんかが必要かな。そうだね。そこ左か、開いてんね、左。うん。オッケー。うわ、怖っ。鳥肌立っちゃったよ。コウモリね。うん。コウモリがいますね。お、青ゼニだ。ほんとだね。取る？取っといた方がいいでしょう。受け取る。そして。はい。オース青ゼニ30枚。そこの穴、うん、見といた方がいいね。何でしょう。壁に不自然な穴が開いています。長押しする。あ、長押しだね。調査中。これは奥に詰まっていたものを取り出した。ドライバー。 お、早速ドライバー手に入れたよ、うん、あ、これでいけるかな。そうだね、さっきのやつが。あ、出た途端でいるかもしれないから気をつけてね。一旦ここでセーブしとこうか。そうだね。メニューでセーブ。セーブ。2番目ね。うん。はい。はい。戻る。さあ。大丈夫ね。もう来ないね。よしよし。そしたら上向いてメニューで。メニュー？メニューで。これ？あ、そっか。メニューで、アイテムでプラスドライバー、そうだね、使用する使用する。お、固定されてたネジをドライバーで外した。引き出しの中のものを取り出した。はい。お、洞窟の鍵を手に入れた。あ、さっきのとこじゃない？あー、そうだね、うん、横行ってみようかな。あ、来た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 、逃げた逃げた、やっちゃん逃げた。あ、あの井戸隠れなきゃいけなかったんじゃね。うわ、間に合わねえよこれ。長押し、長押し、間に合うか間に合うか間に合うか。あぁブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。残念だったね、うん、隠れた方が良かったんじゃないの。そうだね。じゃあ頑張ってね。はい、じゃあ今度はパパやります、うん、はい、じゃあ行きます。来た来た、パパ頑張って。あ、やばい、ミスった。
ここ。頼む。頼む。なんかいる。怖い。気づかれなかった？なんだ。気づかれなかったんだね。ああ。やったー。気づかれなかったよ。逃げたー。よしよしよし、そしたらここの扉をの前にセーブ。あ、毒素鍵使った。まあいいや。はい、長押しして開けますね。はい、 OK、 やっと開きましたか。はい、よし。で、まずあ、セーブだね。ヒントヒント、セーブしとこう。セーブセーブ。ふぅ、よかった。はい、じゃあ行くよ。お、洞窟の奥だけど本当だ。ん、鍵がかかっていて開かないようだ。あ、右のやつは？怪しい場所をタップして調査できます。覗き穴をタップしてみましょう。お、5100の三角。そうだね。はい。その横。あ、あ、三角足す1200。5100だったよね。うん。足す1200。ってことは6300なの？うん。やってみよう。6300。うん、答える。お、お、やったー。やった。そういうこと。いったいった。あれ。オッケー。なんかあるよ。あ、これさっきのも、あれね。うん。これ何？え？怖い。怖い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 。泣き声。これは振りにいた女の子ですね。怖い怖い怖い。あれ。あの人は船に乗った親子の、あ、お母さん？あ、そうだ。無事でしたか。あの、女の子の方は、あの子が泣いています。助けてください。どうしたの？めっちゃ鳥肌立ってんだけど、ママ。うちの娘がその中にいるはずなんです。あ、この扉に入ってずっと出てこないんです。やはりさっきの声はあの少女の。お願い、うちの子が。怖い。これでも開けられないよね。あ、これ強く落とし、あ、びくともしない。ダメですね。じゃあ向こうの開いてる方。外、あ、外だ。お、出た。洞窟の外に出て見渡すと、ここが小さな島だと分かりました。そして覚悟しました。助けはすぐに来ないこと。犯人はお前だ。違うか、アオリス。あ、こっからスタート。スタート。ここまではチュートリアルみたいな。マジかよ。周りを見渡しても廃墟しか見えない。洞窟に戻って少女の母親に知らせないと。助けはすぐに来ないかもしれない。はっ、ここは海に囲まれて孤立した島のようです。島内に建物が見えましたが、どれも廃墟のようでした。廃墟。この島へ助けに来てもらうか、脱出できる船を探すしかありません。私たちはいいの。行って。私はあの子を置いていけない。それはできません。ここを開ける鍵がどっかにないか島を探してきます。ああ、船にいた者の皆もいるかもしれないので。ありがとうございます。そうだ、これ拾ったんです。これ、ここの地図。ここに載っている大きな建物に行けば、助けを呼ぶ手段があるかもしれません。近くにある病院から行ってみます。あ、病院。メニュー画面から地図を使えば、好きな場所へいつでも移動することができます。今回は、廃病院へ移動しましょう。メニューから、廃病院へ移動します。はい。メニューから、廃病院へ移動します。うん。はい、病院へ移動。あ、入り口。いざ完了。おー、来た来た。うわ、ちょっと怖いんだけど。ほんと、廃病院じゃん。うわー、ベッド。え、あ、なるほど、まだイベント途中だったらね。今の音は何の音だ。喋ってないか。はい、ということで今回ですね、青鬼3、何広し編だっけこれ。うん、広し編やってみたんですけども、
めっちゃ怖かったね。そうだね。こんなさ、なんか可愛いキャラなのにさ、うん、すげえ怖い。あの、女の子、ってかめっちゃ怖いね。怖い。これ続けられるの、うちら。わかんない。パパがやってくれんだって。ちょっと、ね、僕なんか無理そう。ちょっとね、自信なくなっちゃって。操作するときブルブル震えちゃうかもしれないから。そうだよね。パパの方がすごいから。でもあのね、こうやってギャー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 やるのは楽しいなと思ったよ。うん、皆さんはどうでしたでしょうか。楽しかったですか。もし続きをやってほしいなと思った方はですね、コメント欄の方にあのそういうふうにコメントしてください。はい。我々ちょっとね、続きやるか迷ってます。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画、いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりかな。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。